はい、皆さんこんにちは。ワナリングルイジです。信長内房創造戦国立志伝村上義清での外交禁止鬼畜難易度プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回前々回になりますかね、川越予選で敗北した上杉の城小諸城を奪取することに成功したんですが、その後その小諸城を武田勢に吸収され、さらに戸井城を攻められていると。そんな中、長尾からは桂穂城を攻められるという散々な状況ですね。前回お届けしました。一旦それら諸勢力を退けたものの、ご覧の通り桂穂城はもう兵力700、戸井市城に至っては200と散々な状態です。まあ、こんな中ですね、多分武田勢がこの後ガンガン攻めてくると思うので、なんとかねその武田勢を退けるべく頑張っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはですね、前回その戦いで傷ついた城たちを修復していくというところからですね、やっていく必要がありますので、城の修復作業に取り掛かっていきましょう。ご命令を先月の終始です。報告いたす。でそのためにはですね、まあその投資とかで武将を派遣していたところは全て戻したので、修復ができない？ん？耐久が減ってる城はない。本当に？いやいや、全然減ってるじゃん。まあ確かに桂尾城に関しては減ってないですけどね。城の耐久が減ってないっていうのはなぜだ？鉄が足りないわけでもないよね。一応ちょっと鉄を買い足しますか、そしたら。でも修復できないね。砥石城に武将も入ってるよね。桂尾城に関しては、桂尾城も耐久そんなにマックスじゃないじゃん。なぜなんだ。命綱なのに修復させてよ。なぜだ。このまま次の回戦迎えるとか絶対嫌なんだけど。困りましたね、これに関して言うと。どうしようかな。絶対攻めてくると思うんだよな。攻めてこないわけがない。敵が我が領内に向かっております。いや分かってたよ。砥石城に7600。表情を始めましょう。先月の終始です。修復させて。修復なんで修復できないんだ。これは米不足じゃない鉄不足。じゃあ鉄買うよ。鉄買うんで修復させてよ。にゃ修復させてくれないのね、徹底的に。そこはいやー、修復もさせてくれないでどうやって戦えっていうんだ。出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。絶対耐久減ってるでしょ。減ってるよね。いやー、なんで修復させてくんないのよ。城も修復しないと勝ち目ないよ。かかれ！かかれ！おっとっとっと。ほっとくとね、このラグガンジがね、勝手に前に出ちゃうんですよ。縄文が破壊されました。まあ1個目の縄文に関しては捨てます。そこはもう耐久がね、なぜか回復できないんで。かかれ。参るぞ。引くぞ。続け。退却せよ。行くぞ。おっとっと。
急げ。かかれ。どっちに行くんだっていう、ね、読み合いになってますけど、コンピューターと。かしこまりました。いざ参る。かかれ。すげえ。お任せください。すげえ。引くぞ。我らが行くぞ。ここはなんとか敵の一陣は退けられそうだけど、また城門がちょっと削られたからな。かしこまりました。縄文を回復しないとまずいけど、修復させてくれないからね。次々来るね。懲りずに敵も。報告いたす。報告いたす。お、やっと修復できる。遅いよ。なんでさっきまで修復できなかったんだろう。ちょっとその理由がよくわからないな。あとは米ももうなくなってきてるな。ちょっと米を買いましょう。といってもお金がないけど、ちょっとでも米買っとかないと危ないな。なんで退いてんだバカ野郎。でこのあと後続がどれくらいいるかですね。これで全部だと思うんだけど、敵の部隊数としては。よし、これは削られたな。ちょっと急いで兵を返しましょう。まだ来るか。まだ来るの。いや、厳しい戦いだな。一旦城内に引きましょう。本丸かな。本丸まで引きましょう。でオブ・マサトラが正影がどっちに来るかだな。できれば上から来てほしかったけど、下から来たか。城門が突破されるとまずい。敵が城内に突破されたか。侵入しました。これは一旦引きましょう。ギリギリまで耐えてもらうしかないな、本丸に。いやー、なんか悲しいなこの時間。3分の1まで削られたらもう突撃を敢行するしかないからな、後ろからね。長野隊が来てるって言ってたけど、もうこらえられないぞ。本当にどうにもならない。まずい、本当に落ちる。いやー、今砥石城攻められたらどうにもならないな。援軍なんてもちろん要請できる勢力ないし、いや砥石城失陥するな。
まらない。マジか。ご命令を。先月の終始です。報告いたす。ちょっとここは方針を考えた方がいいな。都井市場を本当に守るべきなのかどうか。これは遺憾ながら都井市場を放棄せざるを得ないんじゃないか。縄文がどれくらい回復してくれるかだな。残りの期間で。我が領内に敵が迫っております。何、酒井忠次ってことは徳川勢、違う、今川勢か。今川勢も来るの。ちょっとさ、どうかしてるぜ本当に。そんなにさ、都井市場重要かな。酒井忠次、いや徳川勢ですね。徳川勢が8200、いやー今8200なんて支えられないよ。ちなみに今武田は徳川と同盟結んでるわけじゃないんでしょ。ってことは何、徳川、まあ今松平はわざわざ徳川の、武田の領地を超えてやってこようとしてる。なぜなぜそこまで都井市場にこだわるんだ。みんなやめてくれ。都井市場を守りきりたい。いやー小室城に手を出したのが良くなかったな。やっぱ欲を出したらいけないですね。桂尾城に5900、無理だ、もう支えられない。マジか。これはちょっと遺憾ながら都井市場捨てましょう。いや待て、今長野と徳川じゃない武田が潰し合ってたな。ご命令を。先月の終始です。ただ桂尾城に来てるこの柿崎勢を退けないとどうにもならないので、一旦城に入りましょう。桂尾城にで、この状態で兵を二手に分けましょう。出ぞ、必ずや勝つ。米もないしな。出陣します。いやこれは厳しいな。敵が我が領内に向かっております。ちょっと待ってくれ、マジか。この状況をどう見る。まず都井市場に関しては武田勢と長野勢が攻められていて、ただ長野勢と武田勢は決して仲が良くなく普通に戦っています。これが都井市場で、桂尾城はというと、北から西から総勢約5000が桂尾城に迫っているという状況ですね。いやーちょっとどうにもならないね。まさかここまでとは思わなかった。我が方の城包囲されました。敵が我が領内に向かっております。せめてこの桂尾城だけでも守りたい。都井市場、都井市場になっちゃいましたけど、都井市場に関してはもう諦めましょう。いや待て、兵糧がなくなってるじゃないか。いや兵糧はまだある、戦えるな。それなら進め。承知いたしました。いやーダメだ、なんか勝てる気がしないな。Okay.
ました。いざ参る。お任せください。こんな日もある。なんとか敵を退けないと。この桂尾城だけでも守らないと。都以上はもう捨ておくしかないですね。遺憾ではありますが、都以上は失敗せざるを得ない。かしこまりました。もうここの妖門が破られるのは時間の問題ですね。引きましょう。敵が城内に侵入しました。敵が城内に侵入しました。領内に敵が迫っております。酒井忠次隊が8000の兵で都市城、もう都市城は救うことはできない。承知いたしました。小諸城の罠だな。本当に小諸城がなければここまでは早くは苦戦はしなかったんじゃないかな。まあ、いずれはこうなったかもしれないですけどね。なんとか引くぞ。なんとか退けたぞ。せめて統治場とかあればな。ゲーム回復スピードだけでも上げたいんですけどね。いやー、再三にわたって上杉勢、武田勢を退けてきた。都市場が落ちますね。いや、連合組みたいよ、外交したいよ。ただね、今回は外交禁止の鬼畜プレイですからね。金がなくて回収もできないか。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。いや、みんな都市城大好きだな。敵が迫っております。大人気ですね、都市城に関して言うと。お味方が捕らえられました。我が領内に、待ってくれ、ここで桂尾城に 6815? 敵が我が領内に向かっております。マジか。敵が我が領内に向かっております。なんか事態が好転する予感がちょっとしないな。先月の終始です。報告いたします。はい、というところでですね、ちょっと今回も時間が短いんですが、都市を失敗してしまったという、まあ、区切りの部分にもなりますので、一旦今回はここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。で、今桂尾城の耐久をちょっと見ておくと、耐久が4117か。もうちょっと耐久回復しないと厳しいかな。で、武田勢が今この桂尾城に向かっているので、この数が総勢6000ぐらいかな。この6000をなんとかね、退けたいなというところですね。はい、というところで次回この続き、なんとか村上の大名としての仮面を残すべく、桂尾城を死守していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんに応援していただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。
動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。